打たせた木みそぎは、罪や穢れを落とし自らを清らかにすることを目的とした浸透における水浴行為である。浮上を取り除く行為である払いの一種とされる。類似した行為に水ごりと呼ばれるものがある。この他にも、みそぎ払いを省略して、みそぎと呼ぶこともある。みそぎ払いは、みそぎと払いを合わせた概念で、 夏の季語である。神事の前における行として、一般参拝者が長図で清めることもみそぎの一種で、あるとされる。日本神話で、イザナギの命が、水で心身を清めたことに由来するとされる。地域によっては、一定の年齢に達した児童は、通過儀礼としてのみそぎを行って、初めて、一人前と認められる場合がある。服装は、白装束が原則だが、 男子は、ふんどしで行う場合もある。ふんどしの場合、白の越中ふんどしが原則だが、白の六尺ふんどしの場合もある。各地の裸祭りの中には、通過儀礼としてのみそぎが祭り化されたものも多い。みそぎ型の裸祭りでは真冬に氷水を浴びたり、川や海に入る場合が多いが、この変形として、温泉の湯、泥、甘酒、赤飯、等を掛け合うものもある。 神与等を担ぎながら、水を浴びたり川や海に入る場合も多いが、これもみそぎの一種と考えられる。一方で川や海、滝に入るみそぎを行うものもある。神社関係者などの研修会等で行われるほか、館中に精神鍛錬の意味合いを持って、神社が主催し、宇治こらを集めて行うこともある。武道修行者が蒸気の機械などに歓迎子の一環として行うこともある。 また、稽古の前に冷水を浴びてから稽古を行う、武道家もいる。宗教学時点では、教派神道系の教団の五つの区分のうちの一つとして、経験を挙げている。これは、明治時代に公認されていた十三の神道教派、うちの一つ、経験を中心とする流れである。経験は、競技、実践の両面において、そぎによる心身の鍛錬を強調。 みそぎの具体的な所作については流派によって大きな違いがある。参考までに以下、河面凡人の考案したものを挙げる。詳細は、みそぎ選挙を参照現代では、スキャンダルのある政治家が選挙を勝ち抜くことによって政治責任に区切りをつけたとする場合に、みそぎは済ませたということがある。有権者がコーチのスキャンダルを知った上で選出した以上、性的や、 ジャーナリズムなどによる政治責任追求に対して選挙区の民意という公弁材料を得ることになる。ただし、刑事責任の面積を意味するものではない。また、みそぎとは、神仏の像を作るのに用いる木材のこと。檜、百段、千段、僕の類の木が用いられる。K、日本大百科全書、浸透ガイド。 村上書店1996年1月30日発行222ページ中108ページ宗教年間平成26年度5神道の本800万の神々が集う秘境的祭祀の世界ムック19923 ISBN コード978から4から05から106024から4。半型210145ページ数230ページ108ページ。